私たちの見どころを語ると言ったら彼がいないと始まらないんじゃないかなと思うので、隊長お願いしてもいいですか。了解。アースガロン、ゴー。コピーオン。We are go for motor sequence start. South suppression water system activated. 5, 8, 7, 6, 5, recon range ignition. 3, 2, 1. Turn channel is off. じゃあ、アースガロンのことを僕が説明していきます。全長50メートル、重量2万5千トン。主武装は口から発射する可燃粒子砲アースファイヤー、副武装は両腕の105ミリ機関榴弾砲アースガン、それからビブ、尻尾にあるゴセルのテイル VLS、 液体燃料のメインエンジンを備え、最高速度マッハ4で作戦区域に緊急展開できます。極秘に開発されていたスカード主力のメカ、23式特殊戦術機構銃アースガロンです。アースガロンに私と安信さんはパイロットとして、まず最初に安信さん説明ありがとうございます、はい、頑張りました、はい、アースガロンの説明をしてください。ありがとうございます、はい、はい、私と安信さんが操縦士としてローテーションを組んでいて、機長として隊長と副隊長が一緒に乗るんですけれども、アースガロン本当に見てほしいところはコックピットの中なんですけど、まあ細かい、すごい、まあ本当にリアルと言いますか、一つ一つボタンも全部点滅しますし、こう実際にこう本当に景色が見えるような振動も感じますし、とにかくコックピットの中ぜひ皆さん目を凝らして見ていただきたいです。はい、そしてこのアースガロのお目元なんですけれども、はい、こちらですね。めちゃくちゃ可愛いんですよ。めちゃくちゃ可愛いんですね、これ。本当に可愛くて、これ見てください。ほら、隊長の横に皆さんついてるんですけど、このスカードのマーク全部目なんですね。アースガロの目なんです。はい、これがね、本当にアースガロン特徴といいますか、これはもう皆さんも可愛い、かっこいいと思っていただけるなと思います。はい。ありがとうございます。はい。ぜひアースガロの素敵な目とコックピットに注目していただきたいと思います。続いて素敵な説明をいただきました、はい、梶原さんお願いします、はい、この素晴らしいメカを作った人です。どうも。ありがとう、はい、やっぱそのアースガロンとか怪獣とのそのでかいモンスターとのやっぱ戦いはものすごい迫力あるんで、そこはもう見どころかなと思います。でもこの巨体でマッハ4で走りますからね。そんないないですから。戦闘機のマッハ1です。調べました、さっき。はい、さっきか。だからもう本当にこのでかい怪獣同士の戦い、皆さん期待しててください。な、アースガロン。ありがとうございます。さあ、ぜひ大迫力のね、戦いにもご注目いただけたらと思います。